だからアフリカ大陸がだからこの辺にね来たわけなんですよね。こちらこれ別のイラストなんですけど、こっちはね、でそのトールキンの指輪物語に書かれてる中津国っていうのはアフリカ大陸のこと、要するにあのミノリタのことで、その中津国っていう言い方はそのこの今のね日本の多治見から長野県の方向に向かっても、まあ、同じように中津国っていうんですけども、日本列島はこの4月のね後にね無理やりその火山活動を起こさせたんですよね。これ白津とこれ白木というかもね、湯本平坂ね、で満州の大森林地帯、これはもう最初からあった。だから中国大陸っていうのはね、あの言い方はね、このまあ春菜エクセって書いてますけどね、これが要するにまあ中国大陸はかなりこの当時の鶏卵の破片、鶏の卵のね殻の由来の部分が結構むき出しになってるとわかるでしょ、中国は、ね、まあ中東もそうですけどね。だからユーラシア大陸がまるまる全部犬の精子っていうわけじゃないんですよ。いろんな要素がその組み合わさってるんですよね。だから中国大陸がどうしても鳥っぽくなってしまう、鶏卵のね鳥の卵の殻由来ですから。だからそれを倒すために犬がことさら珍重されて、で犬を扱う文明が暴走した東アジアという言い方はできるわな。まあ中津国っていうそのアフリカとこの辺の中津国が対応するかどうか別としてね、なんでかって言ったらその似たような地名考えたら、地名だけですけどね、あれ特徴はそうでもないけど、そうでもないんですけど、地名だけ考えたらこの榛名地方の地名が結構日本の中部地方とやっぱ対応してしまってるんですよね。でまあまあ地名が対応してるだけですけどね。だからまあその地形比喩で言うたらその中国大陸は春菜っていうのは日本の関東地方に対応してるのでね、だから、まあ、中津国っていうのがまあここの辺にある、この辺にあると、ね、だから東のこの辺多治見のあたりもまだ登場してないと、まあ、実際日本列島2つのパートが激突して真ん中だけ盛り上がったのでして、でこの多治見も盛り上がった部分だから、あの陶土セラミック陶っていうのはサンゴ土っていうから、もともと海の底やったっていうこと。